今日の総会には274人の株主が出席しました。株主からは静岡県が着工を認めていないリニア中央新幹線の静岡工区について、県との協議の状況や今後の進め方について教えてほしいという質問が出ました。これに対し JR 東海の幹部は、大井川の水量が変化するという静岡県の懸念について、県外に流出する川の水と同じ量を川に還元する方策をすでに示していて、水を利用している地域住民の不安や懸念が払拭されるよう努めていくと説明。また、リニア中央新幹線は将来の日本にとって不可欠なプロジェクトで、地域連携を重視し全力で取り組むと、今後も協議を進めていく方針を強調しました。コロナから厳しい経営環境ではあるものの、リニアは確実に進めていくということで安心しましたね。工事をどういうふうに進めていくか、もうちょっと具体的な説明があればなっていうところは感じました。